皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは自宅教室講座の成約率の低い先生に共通する5つの特徴についてというお話をしてみたいと思います。私の場合ですね、集客と成約っていうことをまあ両方コンサル生さんとかにもお伝えしているんですけれども、もともとその特に制約の部分に関わる部分っていうのは営業職だった経験が私の場合には生きてるんですよね。で、営業職っていうのはどういうところで生きるのかっていうと、やっぱりそのお客様、相手の方がですね、今何を考え、どういうふうに思っていて、でそれに対して一番適切な言葉、ないしはその人が欲しいと思う動機に直結するような話題の方を振っていけるのか、これは誘導とか騙すとかいうそういうテクニックではなくてですね、要は真の欲求を見抜く力っていう意味でのヒアリング能力と質問能力ですね、そういうものを実践で自然に鍛えられる場所にいたっていうことが経験値として基本大きいんですよね。で要はそれがないとですね、制約が悪いと数字上がんないじゃないですか。数字上がんないとダメ営業になってしまいますよね。でダメ営業になってしまうっていうことは非常にこう会社の立場としてもね、よろしくない状態で残念な営業になっていくんですけれども、そのあたりはですね、たくさんの人と喋ってもちろん失敗とかもしたりとか、騙されるというか、そういうふうに来たかみたいなそしてなんか上手にこう断られる、まるで狐と狸のバカ試合みたいなね、陰銀無礼な感じのこう喋り方をされてですね、なんかうんとか思うようなお話とかもあったりとか、たくさんとにかく経験してるんですよ。個人の家であろうが、リフォームやってた時には個人の家に行ってた時もありましたし、法人と建築とかでも当然個人の家、あと法人とかになると、旅行会社だったのでその旅行の方の部分とか、あとはホテルとかのバンケットの方のプロデュースとかやってた時にはホテルの方の、マネージャーとか支配人とか話したりとか、法人個人全部いろいろやってきてるんですよ。契約っていうものに関わる部分において、そうするとそれぞれ規模の大きさとか大小は違ってもですね、話の落としどころっていつも大体一緒なんですよね。単純にもう本当にシンプルな法則で、その人がもう本当に何が欲しいかっていうことを見極める目と、自分がそれを提供できないともしも分かるのであれば別にできないっていうことで、努力を精一杯したとしても無理だよねって思うのであればあっさり引くっていう引き際とかですね、あとはその欲しいものが見えた時には売るのではなく紹介をするっていう感覚ですね。こういうものもありますけれども、でその時にはやはりご本人に選んでいただけるように何通りかをこうお伝えするとか、そういった経験値がそもそもあるから、それを教室事業に生かしたりとか、今はコンサルの方に生かしたりとかっていうのをしているわけなんですね。ですから自宅企業をされている先生とかはそういう経験もなくされてしまって、なりでなんとなくやってきたりとか、時代の背景と後押しがあってなんとなくやってきちゃってる方とかが多かったりすると、そこまで思いが至らないのでとてもよく理解できるんです。ですから私がたくさんの方がいろんな話を聞いてきて、うまくいかない、決まらないっていう方がおおよそ5つの特徴に分類されるところがキーポイントになってるなっていうふうに思ったので、今日はそちらを解説とともにですねお伝えをしていこうかなというふうに思っております。はい、ということで、本題に入りますけれども、まず、制約率の低い先生に共通する5つの特徴の1つ目ですね。1つ目は思い込みと見込み違いが多いっていうことですね。思い込み見込み違いっていうのはですね、例えばそうですね、そのお客様ないしはその生徒さんがですね、先生その講座行きたいですっていう、行きたいですが
本気で言ってんのかどうなのかっていうのを見極めるっていうことですね。本気の方だったら本当にそれこそこちらがその講座っていう講座を見せればすぐに決まるんですよ。で、本気じゃない人はリップサービスでちょっとおべんちゃらっていうか、まあ先生に当然生徒さんも嫌われたくないわけですから、だからとりあえずそういう持ち上げとこうみたいなタイプの方もいらっしゃるのも事実なんですよね。そうすると、そういうふうに言っておいて、で先生が実際に「じゃあこちらを」って言うと連絡が取れなくなるとかですね、スルーされるとかですね、そういうような事態に陥った時に「え、習いたいって言ったのに来ないの？」みたいな、そういう、そして落ち込むみたいな、そういう話とかもよく聞くんですよ。で、これっていうのは本当に欲しい場合には言ったら絶対申し込み入るはずなんですよ、本当に欲しかったら。で、とりあえず言ってみたとか、場つなぎで言ってみたとかいう場合には逃げるというか、無視するというか、スルーしてしまうので、その人との人間関係、信頼関係の深さもまずはあるんですけどね。薄い生徒さんとかでちょっとチャラチャラしてるような感じの方だと、言うだけ言っといてこうご機嫌取ってるっていうタイプの方もいらっしゃるので、その方の言うことを真に受けてしまうと、決まらないということになるので、そして落ち込むんですよね。なので、そこを手前で本当は見極められるといいですよね。それか、見極める力を身につけるか、そもそも決まったらラッキーよねぐらいに思えて、いちいち落ち込まないっていうマインドを持つか、まあ、どっちかかなっていうふうに思ってるんですけどね。見極めることができたら、この人来ないなって思うんだったら、別にそれを紹介しなければ、それ以上自分が断られたとかって落ち込むこともないじゃないですか。で、もう一つは、だからそもそも決まらなくては、決まればラッキーっていうふうに思って紹介する分には期待をしないので、落ち込むレベルもないですよね。で、私はその人の思惑がどこにあろうとも、発した言葉で一応判断するので、「え、それ行きたいです」って言ったら、あ、行きたいんですかと言って一応見せるだけです。だから行きたいんですが、この人本当はどうなんだろうなっていうの分かんなくても、言葉が行きたいって言ったんで紹介はします。だけど、そもそも私が予測してこの人来ないよねっていう人は、まあまあ多分ほぼ来ないです。 だからその見えてる表面上の言葉に一応同調してみただけっていう感じだと、そもそも来ないことも自分でも分かってるので。まあ、場合によっては見せないっていうことだって当然あるんですけれども、そこを期待をするし信じるから、落ち込むんですよね。だからそもそもそこを見極める力がもしもないと思うのであれば、淡々と見せて、そして決まんなければ決まんなかった、あ、合わなかったんだね、以上っていうぐらいに済ませると落ち込む必要がない。だからこう、自分が「あ、この人来るんだ」みたいな、決まるみたいに期待すると、そうじゃない場合にはこう落ち込むじゃないですか。単に決まらないだけなんですよ。だからその意味で、まず見極めができるかどうかっていうのが一つの大きなポイントで、大概自分がその人を入れたい、ないしは人数合わせて入れたいとかっていうのを、売り上げを上げるためにですよ、思っていたりすると、言葉がもう決まったっていうふうに思っちゃうから、余計に落ち込んじゃう。だから見込み違いとか思い違いっていうのが、まあ多いのがまず1点です。2点目、そのお客様ないしはその方の真の欲求を見抜けないっていうことですね。講座っていうのは先生の思惑である程度できていたりとかする講座があった場合でも、その人が例えば申し込みたいっていうものをちらっと思ったとするじゃないですか。で、申し込むか申し込まないか五分五分だった時に、心を傾ける要因っていうのは、その講座の中のポイントで、その人が欲しいと思ってる訴求ポイントですね、重要ポイント、これを会話の中で見抜いて、それを強調して伝えることができるかどうかっていうことですよね。その講座を受けるメリットとか、その人にとってのいい点があるかどうかで、見抜けない場合には、
もちろんさっきと一緒です。紹介してご本人に決めてもらうっていうやり方でいいんですけれども、この人は入ってほしいなって言ったら、特にどこをポイントでこの人はいいなと思ってくれてるんだろうっていうのをやっぱりきちんと見極める必要があるので、よく決まっていかない先生っていうのは人間に興味があるんじゃなくて、自分が作った講座の方に興味がある方が多いなっていうふうに思ってるんですよね。要は人間の方に興味があるっていうのは、その人は何に興味を持ってこの講座来たいのかなっていうふうに思いを馳せることができるんですけど、講座の方とかに興味がある場合、自分がやっぱり一生懸命レシピ開発をしたりとか企画をやって作った講座の方に思い入れがあるから、その人っていう人は入ってくれたらいいよねっていう人間に見えるだけっていう話なんですよね。だから自分の講座の方の愛の方が強いんですよね。この感覚わかりますかね。その人にとってのその講座の切り口ないしはいいなと思うポイント、一緒に探してあげられるかどうかっていう、この共感点のところに降りてこられるかどうかなんですよね。先生が自分の講座いいよねっていうところでこの人のことを理解しようとしない場合には、やっぱり上からこういう形になるので、ちょっと押し売りチックになる場合もあるし、なんかこちらの方も納得いかないのに、話はこう自分の講座の良さばっかりこう言われる、自分の思い入れのポイントを中心に紹介されるとなんか違和感があるから、結局真の欲求が見抜けないっていうことで決まらないということになります。だからここも一つ見極めポイントになって、もちろん私も自分で講座を作りますし、作るんですよ。だそういった意味では思い入れはあります。だけれども、それはこう出してみて反応する人がどう反応するかが答えなので、どういう反応が返ってきても全部受け入れるっていうスタンスで持ってると、例えばそれが悪い評価だったとしてもですね、いやこれはないですよって言われたら、どのあたりがないですかとかね、聞いたりとかもしますしね。価格がとか言われるのか、内容がとかね言われるのか、はないですよとはさすがに言われたことはないですけれどもね、なかなかそれを言う人っていうのも少ないと思いますしね、まあ、大概上手な言い訳、そうですね、本当か嘘か、これもうちょっと見抜きポイントになるんですけど、日時が合わない、都合が合わないっていう点が1点ですね。あと家族に聞いてみないとわからないとかね、まあいろんな言い訳があったりとかする。これもだから本当かどうかちょっとね、若干見極めがね必要になるんですけれども、でもまあ本当に来たい人で、日程さえどうにかなるんだったら、やっぱ来るようなタイプの人は、たとえその日程がダメだった場合でも、何月とか何曜日とかだったら来れるんですけど、その日程ないですかとかね、そういうふうに言ってきたりとかするものなので、その温度差っていうのは当然ありますから、真の欲求を見抜けると、その話が噛み合う風に話していくことができるので、当然じゃあ行きたいな契約っていうことになるって、この2点目もできなくてもなかなか契約が進まないケースが多いです。はい、で3点目ですね、自分の都合を優先するっていうことです。自分の都合っていうのが、だから例えば分かりやすいのが、そうですね、ちょっと 大人数とか募集をかけなくちゃいけなくて、今5人まで来ていて、あと5人募集しなきゃいけない、入れないと採算が合わないような感じの講座になっちゃってて、あと5人なんとかっていうと、5人を入れたいっていうことの方にフォーカスされるので、そこにいる方にとってその講座がいいかどうかよりも、自分の埋めたい5人の中の1人にしか見えなくなっちゃう場合があるんですよね。そうするとそこ入ってほしいって思いの方が強くなってしまうので、その人がどういう本当は要望を持ってるかとかをあまり聞かずに、やっぱり講座の良さとか、まあ、場合によっては値引きとかで入ってもらおうとする感じになります。まあ、格言とかではないですけど、いらないものは0円でもいらないっていうのは、もう本当に真実
を得てるし、必要にとっては100万円で、必要な人には0円になるっていうものだって当然あるわけなので、その自分の講座ないしはコース、商品がですね、相手の方にとって本当にメリットがあれば紹介したらいいし、なかったら紹介しないっていうことも当然必要なんですよね。だから紹介しない勇気嫌われない勇気じゃないですけどね、そういうのも時によっては必要になる、まあ、前によっては断る勇気だっている場合があります。その方の素養と内容が将来的にトラブルを生みそうな素養がもしもあったら、そもそも講座を制約させないっていうことだって選択肢の一個に出てくるわけなんですよね。だけれども、まあ、要は人数が欲しい、売上を上げたいっていう方が優先になる、ないしはそうだな、もうちょっと言うと世間体的な部分で、なんかあの先生はいつも満席になっててすごいみたいに思われたいっていうと、帳尻合わせのために人を入れたくなる時が出てきてしまうので、それをするとやはり追いかける形になってしまうので相手に逃げられる。だから制約しない。だから今の特に1から3っていうのは共通してるのは、先生は先生の勝手で動くし、お客さんはお客さんの勝手で動くんですよ。だってそれぞれ自分がいい状態にしたいわけですからね。だから先に先生の方がこちらの方の方の考えに寄ってあげないと、こちらの方が心を開くこともできないので、ずれるから決まらないっていうことにやはりなるので、それぞれに自我と自我がぶつかるとそれは無理だよねっていうところになるので、どこまで寄っていけるかっていうことも一つのポイントに多分なってくると思います。で、4つ目ですね。4つ目はプライドが高い場合も難しいです。プライドが高いっていうのは人の目が気になるっていう意味のプライドです。だからさっき言ったみたいに満席にできてない自分を見られたくないとか、だから人数入れたい、満席の先生に見られたいとか、価格に関しても値引きとかで集めると、なんか埋まってないから値引きしてるとかいうふうに思われるからっていうね、そういうこうプライドとか、あとはそうですね、お願いをしてっていうわけじゃないんですけれども、そもそも営業活動っていうものに対して抵抗感を持つ方がいらっしゃる。まあ、私の中での営業活動っていうのは単なる紹介っていうレベル、自分の事業ないしはサービスを欲しい人に見せるというか案内するだけなので、人はこれを営業というふうに言うんですけれども、それがこう自分が折れて、こう生徒さん側に折れて、なんかお願いしているような気分になるっていうタイプの人は、プライドが傷つくからそれができないし、あと例えば誰かにね、初期の頃って紹介とか頼まなきゃいけない時とかもあるんですよ。走り出しの初期の頃とか、あとこうどうしても辛い、人数集めなきゃいけないとか、そういう一気にこう短期間で集中的に集客しなきゃいけないっていう時には、頭を下げてでも人に頼んでお願いしなきゃいけない時っていうのたまにあるんですよね。で、それが全部自分のリストというか自分のお客様を確保していて、そこに声かければすぐに30人集まるよ、100人集まるよっていう先生は何ら問題ないんですけれども、そうでもしない場合にはやはりこう誰かの力を借りながら、もしかして紹介してもらわないとうまくいかないケースとかもあるんですね。で、この時にやはりプライドの高い先生っていうのは誰に頼むっていうことも当然できないですし、ましてや、まあ、生徒さんとかに頼むっていうことが選択肢としてない方になります。じゃあ私はちなみにどうだったかっていうと、別に押し売りでもなく、紹介とかも強制ではなく、単純に、まあ、その講座があります、で、それすごいいいですねって言って来てくれる人、申し込み受け付けます。で、例えばその方にお友達とかいて一緒の時間で合わせて来れるようだったら、ご一緒に来ていただけると嬉しいとか、あとは例えば案内チラシとかあって
そのお友達で思い当たる人がいたら紹介してくれると嬉しいですとかね、そんな話とかも言ったりとか しますの で当然まあそれでご紹介いただいた方に関してはまたお二人のね、その仲がいい状態で楽しんでもらえるようにこちらもサポートするし、紹介してくださった方にはお礼を言うっていうことで、あの生徒さんとかであってもお願いしたりすることとかはありましたね。あの絶対的に読めなきゃいけないっていう切羽詰まったような状態です。別にそんなないんですけど、たまに大きなイベントをやる時とかにはやっぱりお声掛けしていただくと早く埋まると安心なので、そういう時にはもう生徒さんにお願いしちゃったりとかっていうこともしてました。だからあのプライドが高い先生は生徒さんにお願いとかできないとか言うんですけれども、まあ、それはナンセンスですよね。だってその自分の講座によって幸せになる人がいるっていうのが分かってるのであれば、それをあの広めてもらうお手伝いを、しかも自分のもともといる生徒さんでいいなと思ってくれる人にお願いするのはそんなに難しいはずではないんですけれどもね。だからあのこう自分が頭を下げるじゃないけれども、ちょっと折れるみたいな、そういう状況を極端に嫌がる先生も結構制約率悪いですね。あの自分のプライドの方と自尊心の方を優先するから、あのそれが崩れるような状態での、取引というか駆け引きはやらない人が多いんですね、決まらない時には。最後5つ目ですね、あのタイミングが悪い方もいらっしゃいます。ご本人は多分自覚がないんですけれども、その2番目によって真の欲求が見抜けていないっていうの、これに多分あの相通ずるものがあるんですけれども、人っていうのはその何かを欲する時とかにドンピシャでタイミングが合えばすぐ買うんですけれども、そうでないケースにおいては買わないんですよね。それがタイミングっていうのはお金とか時間とかその欲しいっていうその気持ちの盛り上がり度が合うっていうのが、まあタイミングっていう言葉で表現されるんですけれども、そのタイミングを見抜けないと追いかけることになってしまうので、その時やっぱ無理くり決めに行くとあの歪みが生じるので、なんやかんやトラブルが出てくることになるんですね。だから機が熟すれば、悪い関係が続いていなければ、今紹介してその時決まらなくても後で申し込みが入る、時間軸がずれて、それが3ヶ月なのか6ヶ月なのか1年なのかは別としてです。なのであのタイミングが悪い方っていうのはそこを見極めることができず突っ込んでいくので、こう余計煙たがられたりとか決まらなかったりとかっていうことで、自分は決まりそうっていう確信を持っていてもですね、そのタイミングを見極めができてないと結局申し込みにならないので、そしてまた落ち込むみたいなそんなケースとかもあったりするので、あの紹介はしたらいいと思いますよ。で、必要なタイミングで本人が来たい、やりたいっていう時にちゃんとそこの分かる場所にいてあげるっていうことですよね。分かる場所っていうのは、だから申し込みしやすい環境と状況を作っててあげるっていうのがやっぱりポイントになりますね。なんだろう、この人は一回断ったからもういいとかいうことじゃなくて、時期がずれたりタイミングがずれればもうこのあたりは心理戦なので、基本は、タイミングが合う時まで待つでいいと思います。だから追いかけすぎる方もいらっしゃるんですよ。返事が来ないで一回ぐらいもちろん確認でやってもいいですけど、でまたどうかっていうのを聞いてみる、また聞いてみるが、しつこすぎるとですね、それはそれで嫌がられるし、あの本当にやりたい人は一発の返事でもすぐにお願いしますだし、お金もパーンと入ってくるので、そういう方とだけ仕事をする、講座を教えるっていうふうに決めると、やっぱりいい人しか集まってこないことになるので、あの制約率が悪い先生っていうのは今まで言ったこの5つの特徴を持っている、全てを持っている方もいらっしゃるし、1、2個の強烈なものだけが当たるケースもあるんですけれども、
このあたりの逆をやれば、まあ逆に言うとうまく決まっていくっていうことですね。私が思ってるコツは、そうですね、円に期待しすぎないっていうことですね。だから売上が上げなきゃいけないのはあるんですけど、変に期待しすぎるとなんかね、すごいね、プレッシャーのオーラが相手に多分伝わるんですよ。決めたいとか、はいてねみたいな。だからそこはもうちょっと緩やかにやってあげた方がいいので、タイミングで入るときは入るし、入るときは入らないでしょうっていうぐらいの感じと、もともとすごく期待して、よしこの人は絶対に入れるぞとかっていう期待感があって崩れるとすごいがっかりするじゃないですか。私そこはね、あんまり期待しないタイプなんですよ。入ってきたい人はすごい感謝されて入ってくるし、もうこんなあれで本当にありがとうございますって、だからありがとうございますっていう感謝の気持ちは受け取るんですけれども、そうでもない、機が熟してない方はどちらでもいいと思っているので、決めに行かないことが多いですかね。あとで期待値がそんなにないような状態で、まあ期待値がないというかね、そんなにこうやろうっていう気持ちが強くない状態で入れてしまうと、何かとトラブル、できない自分を棚に上げたりとかして、先生を責めてみたりとか、そういうこともあったりするので逆に面倒です。だからこの人どうかな、ちょっとでも思うタイプの人はそれ以上深入りしないっていうのが、まあ成功かなって思いますね。はい。ですので、まとめると、自宅教室、講座の成約率の低い先生に共通する5つの特徴っていうのは、まあ、1つ目は思い込みが激しい、2つ目がお客様の真の欲求が分かってない、3つ目は自分の都合を優先する、4つ目はプライドが高い、5つ目はタイミングが悪い。この辺りが結構肝になってくるかなと思ってるので、自分にもしも思い当たる点があったりすると、まあ、そこをちょっと受け止め方とか、あと受け入れ方を変えるだけでも随分成約率が上がってくると思いますので、まあ、一番はだから落ち込まない 平常心でいられるって、この環境を作ってもらうのがよろしいかなというふうに思っておりますので、ご参考にしてみてください。それでは。